おう、来たね。私の時代。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回は、なんかこの都市の電源装置を復旧させて、この扉を開かなければいけないと。てかめっちゃおるんやけど、のちょーら。せっかく来たのに玄関が閉まっていて中に入れないんだちょ。これでまた無駄な出費が増えるっちょ。まったく勘弁してほしいっちょ。何の出費があったんだろうか。なんか旅行代みたいな。機械相手じゃオイラの出番ないっちょね。肉は肉や、機械はエースに任せるっちょ。おお、なんだなんだ。始まりの旅人、プレイ時間が5時間以上となったものに贈られる称号。そんなものもあるのか。このビルってモンスターマスターが集まる建物だったらしいんだちょ。オイラ見たのは初めてだけど、ちょっとだけワクワクするっちょ。この子たちは前回話したな。ここから時計回りに道を進めば問題の送電施設に着くはずですぞ。時計回り。まずは北西、モンスターマスターの石碑に向かわれるとよろしいかと思います。なんか特技が覚えられるんやっけ。ここで野ざらしは超嫌ですわ。早く屋根のある場所に行きたいですわね。キングのお体にも触りますもの。あなた様、早く解決してくださいね。うるさいな。北西のあたりに石碑があるから、まずはそれを目指して進むんだぞ。モンスターマスターの特技を教えてくれる石碑だから、寄っていけば役に立つはずだぜ。役に立つはずだぜ。ということで、どうやって向かうんだ？こっちからか。この辺から、時計回り行けなくね？この先は行き止まりだちょ。道が崩れていて進めないんだちょ。みんななら真ん中にあるでっかい建物の近くにいるはずだちょ。ん？あ、そっか、時計回りか。こっち向きだな。バカか。こっち向きに、なんかこういうさ、うおー、なんだこいつ。なんかいかにも強そうだから避けてく。ピッキーピッキー。戦え、あ、スカウトした方が良かったかな。まあ、どんなものかちょっと見ておいて。あ、でもまあ、普通に倒せる。ちょっと待って、その子じゃあスカウトしよう。はい。スカウトアタック。おー、全然いけるよ。おっしゃ、100%。スカウト成功。ピッキーのピ。よし。オッケー。お、一人前の魔獣使い。魔獣系のモンスターの収集率が 5% を超えた。もうすでに 5% 超えたの。ん？あー、キラーパンサーいるんだけど。ここでキラーパンサーが、あ、ベビーパンサーかわいい。超かわいい。超かわいい。ベビーパンサー欲しい。親子で。両方欲しい。お願いします。さあ、これいけるぞ。かわいい、超かわいいよ。スカウト成功。やったね、ベビーパンサーのベビ。ベビちゃん。ベイちゃんみたいやね。さあ、キラーパンサー。どこだ？これか？あ、こいつだ。イエーイ。さあ、キラーパンサー。あなたの子供はここにいるわ。あ、全然やれないかもしれない、これ。お願いでよ。子供が大事なら一緒に来てよ。スカウト失敗。あー、怒ってる怒ってる。超怒ってる。あ、これ一回しかダメなパターンかな。じゃあ普通に戦うよ。また次に出会った時に、まず道具を使おうと思う。さあ、戦ってやっつけておくれ、みんな。いやー。あ、でも攻撃力はそこまででもないけんね。おっしゃ、いったー。お、誰かレベル上がったよ。スタンバイモンスター。誰かはわからないのか。よし、ということで。ちょっとモンスター変えたいな。ベビーパンサー。ベビーパンサーとスライムをちょっと入れ替えて。あ、で、ちょっとベビーパンサー乗ろっかな。ってことで、ベビーパンサー。ああ、超かわいい。癒されるー。ほら、見て、ああ、もう超かわいい。ああ、やばいやばい。これはいいわ。こりゃいいわ。親父か。悟りそう。なになになに？みんな魅了されてる。あ、超かわいいね。君らもかわいいよ。で、なに？どこなの？あ、ぶつかった。おーし、ここでキラーパンサーに肉を。
あ、魔物の餌しかないのか。じゃあ魔物の餌でいいよ。はい、キラーパンサーに。さあどうだ、スカウトアタック。あ、 15% までしかいってないんだな、それでも。ベビーパンサーのアタックでもそんなものなの。もっとなびいてよ。いけ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 。あー、ダメだ。くっそー、様子を見ている。あ、スカウトできるじゃん。ちょっと待って、どっち倒した、私。あ、倒されたのか、なんてことだ。ちょ待って、スカウトしたい。道具道具。じゃあここでモンスターの糞って何に使えるんやろ。じゃあ使ってみよう。はい、あ、戦うにしてしまった。ん、てかスカウトできなかった、もしかして今。えい、スカウト、スカウト、間違えた。スカウト、あー、スカウト。はい、もう一回頑張る。あ、一応あの効果はずっとあるんかな。あ、さっきよりいけるじゃん。お願い、 62% どうだ。やった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 、キラーパンサーのキラ、よっしゃー。おー、来たね、私の時代。さあ、キャッキャキャッキャしてる場合じゃないぞ。これはどうやって向かうんだ。ここを登っていくの。あっちからか。あっこの上を行くってことかな。ちょっと待って。こっちか。じゃ、とりあえずこっち行って。何これ。魔導の力。ん、なんか今いたね。お、ダッシュランとかおるやん。いいな、やっぱりなんか行ったことない場所に来たらね、すごいいろんなモンスターいるよ。イエーイ。いい感じ、いい感じ。もうこの、ベビーパンサーとキラーパンサーがゲットできたことが私の今日の収穫だからね。のちおら一人でこんなとこ行って大丈夫かい？ここにあるのはモンスターマスターの特技が覚えられるスキルだって聞いてるっちょ。モンスターマスターであるあんたの役に立つはずだから調べてけっちょ。調べてけ。どれ？石碑。魔力の土。え、どこ？ん？その辺。この近くに。見えない石碑ってこと？不思議な石碑。モンスターマスターのために存在する特別な技術を記録している石碑。こっちは？ルーラポイント。あ、ルーラポイントや。ルーラーも使用したとき目的地となるビーコン。世界の各地に設置されている。あ、いいねいいね。お、ベテラン観光客、リアクターポイントを10個以上調べたものに送られる称号。その観光客っていう言い方はどうかと思うんだ。さあ、何の特技だ。石碑のアクセスを確認、特技満タンを入手します。あ、いいねいいね、満タン。これで回復が楽になる。満タンを覚えた。傷ついた仲間モンスターが複数いる時などに活用しましょう。これで一気にみんなまとめて回復ができると。お、なんだ？日が暮れてきた？モンスターマスターの石碑についたんだな。送電施設はそこから東の方角だぜ。道が険しくなってるから落ちないように気をつけていくんだぜ、アユナ。なるほど。ありがとう。なんか一気に日が暮れたけど。とりあえずちょっとルーラポイントに記録しておこう。はい。ルーラポイントを起動します。てかなんかベビーパンサーから降りてんだけど。ルーラの行き先に崩落都市北西ゲート前が追加された。オッケー。んじゃ、はい、ベビーパンサーに乗って。さあ行くぞー。てか思ったんだけど。てかどこ？え、遠くね。え、遠くね。これどうやって行く？あ、はぁ、ベビーパンサー。大陸から落ちたので安全な場所に復帰しました。残り HP やゴールドが減ることはありません。あ、よかった。よかった、ごめんね。怖い思いをさせました。は？どこって？東の方角？こっち？ちょっとダッシュラン、君邪魔だよ。宝石の力を手に入れた。なんか、こういうとこっていかにも私が迷いそうな場所じゃない？おう、なんだなんだ。ニードルマンとドルイド。ニードルマン。すごくスティッチに出てきそうな顔をしているね。あ、そうだ、ベビーパンサーの体力が。さあどうよ、スカウトされてしまえ。いける？いけねえ。頑張って。あー、失敗。やっぱ失敗ですか。
じゃあ普通に戦おうか。あーベビー、ベビーちゃん、はい戦う、いけいけみんな、さあ力を見せつけてやれよ。うわニードルマンお二人がかり、そういうコンボはよろしくないよ。ほいほいヒャド、おっしゃいった。まあ強すぎるっていうことはないんよね。オッケーオッケー、プリちゃんレベルアップ、ビンももうすぐレベルアップやね、オーちゃんも。おーし、あでこっちの方向から普通に行けるんや。オッケーオッケー、ま、おーびっくりした、いきなり現れないでくれ、ドルイドしか見えてなかったぞ私。じゃあここでちょっと待って、薬草ちょっとベビちゃん薬草で回復しておいて、さあみんな頑張って、ヒャドヒャド、気力吸収、マジックポイントが吸い取られるって言っても、まあベビーパンサーまだ何の技も覚えてないけんあれなんやけどね。お、いけいけ、火の息、急激に冷まされて急激に燃やされるっていう。お、妖精の粉を手に入れた。何妖精の粉って、ゼルダに出てきそうやね、魔法の粉かあれは。お、ベビーパンサースモールパワーと素早さアップ。スモールパワーは何なのあれ。ピオラスネクダキマヌーサナメ回し三河四脚ピオリムチェイン、うん、なるほどね、ちょっと素早さアップしとこうか。はい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 、これで、お、ヒットポイントと素早さがアップ、オッケー。さあ向かおう、ん、こっちの方向行ける、大丈夫、なんか行けるかどうかさ、下の方向が見えないからちょ怖いよね。こっちかな、ほら急斜面すぎて、急斜面すぎて上から見えない、見下ろせない、なんかあれやねん、すごい夕暮れ時やったのに戦いのシーンになったら普通に明るくなるんだな。その辺は細かくはなってないのか。お、スタンバイモンスターがレベル上がったぞ。おーし、ん、あっこに何かがある、そのちょっとめっちゃもうなんか毎回だよね、ニードルマンってどこからともなく現れるよね。ちょ、もう一回スカウトしてみようか、レベルも上がったことだし。はい、みんなスカウトアタック。いけいけい。ベビーパンサーが弱いな、ちょっと。あー、50パーいかんかった。いやー、スカウト失敗。なるほど。わかったよ。普通に戦え。さあ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 。冷まして、燃やす。でもどっちがいいんやろう。急激に熱せられて、急激に冷まさせられる方がいかんのかな。はい、ベビーパンサーレベルアップ、イエイ。あっこにもなんか、あ、薬草かな、イエーイ、薬草を手に入れた。どっちだ、こっちか。うおー、結構な感じで崩れてますよこの辺。うい、大丈夫大丈夫。あ、ドラゴンキッズとかおる、かわいい。このニードルマンは何しにそんなにそこまでしてぶつかってこなくていいんだよ。もう一回スカウトしよう。ベビーパンサーはレベルが上がったから。はい、スカウトアタック。あー、全然だな。でも 50% はいく？あ、いかない。わずかにいかない。あ、やった、スカウト成功。やったね。ニードルマンの兄ちゃん。兄ちゃん。なんか呪われそうな人形やけど。お、駆け出しました。10体以上のモンスターを仲間にした者に送られる称号。やったね。てか何どこ？あれか。この建物か。あ、しかもルーラポイントあるじゃん。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に崩落都市送電施設が追加された。おし。じゃあ、ん、なんか落ちとるね。これは？魔力の土。お、なんか勝手に始まったぞ。送電施設に着いたみたいだな。中では俺がおめえをサポートするぜ。なんで着いたってわかるの？見張ってるの？こうやってリアクターで指示を出すからよろしく頼むんだぜ。あ、なんか GPS 機能みたいなのもついとったりするんかな？お、日が完全に暮れた。なになに怖いよ。はい、ということで、
じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。